スタレウトスカラブは、ウィリアム・ブッシュ・ネル・スタウトにより設計され、スタウト技術研究所と後に、デトロイトのスタウトモーターカーで少数が生産された1930年代から1940年代に、かけてのアメリカ合衆国の乗用車である。多数の斬新さと革新性を持ち合わせたスカラブは、世界で初めて製作されたミニバンと言われることもあり、1946年に、 制作されたスカラブの試作車の一台は、世界で初めて、グラスファイバー製ボディとエアサスペンションを備えていた。スカラブは、同時期のほとんど車との類似点はなかった。実際当時の量産車はすべておののが独立した、シャーシとボディを持っており、全車軸の後ろに縦置きされたエンジンを収めた長いエンジンルームがあり、その後ろに人が乗る空間が配置されていた。 前に置かれたエンジンは通常車体の床下を通されたプロペラシャフトを通じて後輪を駆動していた。この機械配置は非常に信頼性の高いものであったが空間利用という点では厳しい制限があった。これに対してスカラブは一体構造ボディを使用し車体の後部にフォード製 V 型8気筒エンジンを搭載することで独立したシャーシとプロペラシャフトを不要として 車室の低く平らな床を実現していた。この車の製作者である自動車と航空機の技師であり、ジャーナリストでもあるウィリアム・ビー・スタウトは、自身の移動する機械を走る、事務室にすることを構想していた。これを受けて、著名な、オランダ人自動車技術者のジョン・ジャーダによりデザインされた、スカラブのボディは、アルミニウム製の航空機の胴体の構造に近しい、ものとなった。 非常に短い流線型の鼻先と後部上面が絞られた形状のボディは現代のモノスペースの MPV やミニバンのデザインを先取りしたものであり取り外し可能なテーブルや現在クライスラー車がスウィーベル N5 として導入している180度回転して後ろ向きになる2列目シートを装備していたスカラブの外観はクライスラーエアフロー流線型車両や空力効果を 思わせるものであったが、当時は一般的にはミニキーという印象を持たれた。現在ではこの未来感あるデザインと曲線美の細部まで配慮された顔周りはアールデコのアイコンという評価を受けている。長いホイールベースと通常のランニングボードを配して、車服いっぱいまでキャビンを広げたことが、相まってスカラブはゆったりとした室内空間を実現していた。 さらにはエンジンを後車軸の上に配置し、ステアリングホイールが前輪のほぼ直上に来るほど、運転席を遥か前方に追いやることで、室内空間は最大限まで広げられていた。ドアは大型のものが一つだけで、車室内は固定された。運転席以外は考えうる限りほぼすべての座席配置が構成可能な可変座席機構があった。クライスラー・ボイジャーや、 ルノー、エスパスといった現代の MPV にも負けず劣らず、望めば座席の間のどこにでも設置できる小型のカードテーブルさえも備えていた。内装には、比較、クロームと木材が使用されていた。車のエンブレムを含めデザインの要素には、様式化された古代エジプトのスカラベのモチーフが取り入れられていた。前面と側面からの視界は展望車のそれと似ていた反面。 後方視界はほぼ皆無でバックミラーも装着されていなかった。革新性は車の構成やデザインだけにとどまらなかった。路上を走るほぼすべての車が板バネで釣ったリジットアクスルのリーフ式サスペンションを使用していた時代にスカラブは前後輪ともにコイルバネの独立喧嘩を採用し滑らかで静粛性に優れた乗り心地を提供していた。 リアエンジン配置による荷重の変調は、コイルスプリングのサスペンションと相まって、スカラブに非常に良好なハンドリングとトラクションを与えていた。長いコイルバネのストラットを使用した後輪のスイングアクスル式サスペンションは、航空機の膠着装置から構想を得ていた。スカラブのサスペンション自体は、後に、ロータス社が1957年のロータス12から使用し始めた。 チャップマンストラットの発想のもとになった。フォード車線フラットヘッド V8 エンジンは、スタウト特性の3速、マニュアルトランスミッションを介して、後輪を駆動していた。エンジンは通常とは、前後逆に、後輪アクスル直上に搭載され、フライホイールとクラッチは前方を向いていた。この前に置かれたトランスミッションで反転された、ドライブラインは下側を通って、後車軸まで戻った。 この珍しいレイアウトは後に、ランボルギーニカウンタックで、再び採用された。スカラブの最初の実装効可能な試作車は1932年に完成したが、これはおそらく最初に作られたアルミニウム製、スペースフレームの一体構造ボディを持つ車であった。1935年に完成した二代目のスカラブは、スタイリングと機械機構にいくらかの変更を加えられた。 最初の発展型であった。ヘッドライトは細かな縦3グリルの背後に置かれ、車体後部では後部窓からバンパーまで湾曲した細いクロームのバーが走り子の車にアールデコ状の雰囲気を与えていた。この車のボディはコスト削減のために構成となっていた。スタウトスカラブエクスペリメンタルスタウトはこの車が限定数生産され、 選ばれた顧客に販売されるという声明を発表した。ディアボーンのスコット街路とテレグラフ通りの角にある小さな工場で年に100台までが生産されることになっていた。スカラブは数多くの報道で取り上げられたが豪華で非常に近代的なクライスラー・インペリアルエアフローの価格がわずか1345ドルの時代に5000ドルという価格では革新性に対して この非常な高額を支払える者はほとんどおらず、スカラブの総生産台数はたったの9台であった。車は完全なハンドメイドで作られ、全く同一のスカラブは2台となかった。第二次世界大戦のすぐ後に、スタウトはスカラブエクスペリメンタルと呼ばれるもう1台の試作車を制作した。1946年に公開された、この車は相変わらず、 後部にエンジンを搭載していたが、より一般的な外観をしていた。ラップアラウンド型全面ガラスを備える二度ア車で、世界初のグラスファイバー製ボディを持っていた。以前の金属製ボディと同様にこの車も、モノコック構造であり、ボディはわずか8個の部品から構成されていた。さらにはあらかじめ1933年に、ファイアストン社で開発されていた、世界初の完全に機能する、 エアサスペンションを装備していた。この車は量産には入らなかった。スタウトは自身の所有するスカラブを運転して、米国内で累計25万マイル以上の距離を旅した。最大で5台のスカラブが現存すると言われている。1935年製の走行可能な個体がオールズヘッドのオールズヘッド交通博物館に展示されている。ありがとうございます。